ランスのクロマニオン人の壁画が残されている有名なラスコーの洞窟から少し離れた場所にガルガス洞窟があります。そこには2万7000年前頃の最終氷期の寒冷な時期に残されたと思われる200以上の手形があります。その手形のうち大半が親指を除く第一関節から先がなく、すべての指が揃っている手形はわずかに10個、そのすべてが子供のものと思われるものでした。これが何を表しているのか、発見された当初から議論になってきました。狩猟に使われたハンドサインを示しているという説や、何か宗教的な儀式ではないかという説もありますが、子供の手のみ全ての指が残っていたことから、大人の指は凍傷により欠落したものではないかとも考えられています。2万7000年前のヨーロッパの氷期は、寒さが特に厳しかったことで知られていますが、もし凍傷によるものだったとすると、氷期における人類の生活は、想像以上に厳しいものであったと思われます。しかし最近では、この厳しい寒さを含む気候の変動こそが、人類を新しい段階へと導いたと考えられています。中国古代の歴史を詳細に見る中国古代通史シリーズ、第6回目となる今回は、古代の気候変動のインパクトについて見ていきたいと思います。最近では地球温暖化や気候異常の話題を聞かない日がありませんが、おそらく皆さんも地球温暖化を何とかしなければ地球は住めない星になってしまうという漠然とした危機感を持っていることだと思います。しかし今回詳細に見ていきますが、過去を振り返ってみると、ここ数万年に限っても地球の気候は想像以上にダイナミックに変動しています。この温度の変動幅を知っていると、現在の地球温暖化を必要以上に心配することなく客観的に見ることができると思います。現在の地球温暖化の問題点は、これまでの地球の気候変動が数千年から数万年という長い時間をかけて変動してきたのに対して急激なスピードで進んでいることにあります。現在の地球温暖化はわずか100年で1度というものすごいスピードで進んでおり、これは原人が現れて以降250万年間で初めて人類が直面する超急スピードの温暖化となります。しかし人類と文明の発展には気候変動が大きな影響を与えており、気候変動は人類発展の友のようなものであるため、過度に恐れず正しい情報を認識し対応していくことが必要となります。現在の地球は258万年前から始まる第4期氷河時代の真っ只中にいます。氷河時代とは、地球上のどこかに一年中溶けない氷の塊が存在する時代のことを指し、現在は北極や南極に氷があるため氷河時代であると分かりやすいと思います。逆に主に恐竜が繁栄した中生代は火山活動が活発で、二酸化炭素濃度が現在の10倍以上に達し、非常に気温が高い時代だったことが知られています。地球全体では平均温度が現在よりも10度も高く、北極圏でも年間平均気温が15度あり、動植物が広く分布していたと考えられます。地球46億年の歴史で見ると、このような温暖な時期が8割以上を占めており、氷河期の方がむしろ圧倒的に短くなっています。前回少し説明しましたが、氷河時代の中でもずっと寒いわけではなく、約10万年の冷涼な氷期と約4万年の比較的温暖になる寒氷期のサイクルを繰り返しています。これは1920年代にセルビアのミランコビッチという地球物理学者により発見された地球の公転軌道の離心率の周期的変化、自転軸の傾きの周期的変化、自転軸の再三運動という3つの要因により引き起こされるミランコビッチサイクルにより発生します。氷河時代の中でも現時点で最後の氷期は最終氷期と呼ばれ、約7万年前から1万1700年前まで続きました。現在の地球の世界の平均気温は約14度と言われていますが、この最終氷期の時期には約8度と、現在よりも6度も低かったと言われています。そして氷期の中でも最も寒さが厳しかったのが約2万年前で、この頃の海面は現在より120メートルも低かったと考えられています。この時期に大陸と日本列島は地続きになっていましたので、その様子を少し見てみましょう。プレートの移動により
日本は約2000万年前に大陸から分離を始め、1500万年前には日本海が形成されて大陸と分離したと考えられています。前回日本にホモサピエンスが移動した時期は7万年から3万年ほど前であると紹介しましたが、1500万年前にすでに大陸と日本が分離していたとすると、人々はどうやって日本にやってきたのでしょうか。実はこの時期がまさに最終氷期と一致しており、地表の氷が増えることにより海水面が低下し、樺太から北海道までが陸続きになっていました。しかし最も海面が低かった時代でも120メートルほどであり、本州と四国や九州、対馬はつながっていましたが、対馬海峡は深いところで200メートルに達するため朝鮮半島とはつながっておらず、津軽海峡もそれ以上の深さを持つため陸続きにはなっていなかったと考えられています。しかし最新の研究では、津軽海峡は寒い時期には凍って往来が可能となり、また日本海も内海となっており、現在の対馬海流は流れ込んでいなかったため、寒い時期には日本海が全面凍結していた可能性もあると考えられています。また対馬海峡の距離は非常に短かったため、凍っていなくても船で容易に渡ることができたと考えられています。ちなみにこの時期の中国大陸を見ると、北海はなく、現在は海中にあるこの地域にも多くの旧石器時代の人々が住んでいたと推測されていますが、今は海中に沈み遺跡を発見することはできなくなっています。台湾も大陸とつながっており、この台湾からも船で沖縄諸島を経由して日本に渡った人々がいたことが知られており、全身骨格が見つかった約2万7000年前頃と考えられる沖縄の港川人や石垣島の白穂人などが有名です。その後1万1700年ほど前に地球が本格的に温暖化すると、海水面が上昇し日本は大陸から切り離されます。7000年前から5000年前の間にはヒプシサーマル期と呼ばれる現在よりも温暖化が進んだ暖かい時期が続き、落葉工場樹林が北上すると、東北地方では栗やクルミなどの天下類を栽培したことで知られる丹内丸山遺跡など縄文文化が花開きます。この時期の東北の森には鹿やイノシシなど動物も多く生息していたため、食料が豊富で、西日本の照葉樹林帯よりも縄文人の生活に適していたと考えられていますが、その後5000年前頃から寒冷化が進むと、丹内丸山遺跡は歴史からその姿を消すことになります。5000年前以降、ネオグラシエーションという冷涼化の時代に入り、その中でも太陽活動が低下して特に寒冷化が進んだ3つの極小期が断続的に続きます。この太陽活動の極小期に古代エジプト文明やギリシャ文明などが崩壊するなど、気候変動が文明の発展にも大きな影響を与えたとされています。この新石器時代後期は気温が冷涼化湿潤化したため、雨量が増加し、黄河や長江流域でも洪水が増加したと考えられています。洪水により長江流域で栄えた領所文明が滅びたことは考古学的な調査により確実視されていますが、黄河流域でもたびたび洪水は発生したと考えられており、伝説ではこの洪水を抑えた鵜が花王朝を開くことになります。この花王朝の洪水伝説はこれまで作り話と考えられてきましたが、2016年にアメリカの科学雑誌サイエンスが紀元前2000年頃に黄河周辺で洪水が発生した証拠を発見したことで一躍脚光を浴びます。これはシリーズの花王朝の回に詳細に話をしますが、中国でアメリカパデュー大学の地質学者からなる研究チームが土砂崩れによってできた天然ダムの名残や滴止め湖や突発的洪水で生まれた堆積物を調べ、過去1万年間で最大級の大洪水があったことが判明しました。その際の水位は現在の黄河よりも38メートルも高い位置まで上昇したと考えられており、伝説の洪水が真実であった可能性が高いということで世界中の歴史ファンを驚かせました。ここで旧石器時代と新石器時代の転換期に起こった気候上の一大イベントを詳細に見てみたいと思います。約1万5000年前になると、最終氷期が終わったかのように約2000年ほど温暖化が進みます。しかし1万2900年前頃からヤンガードリアス期という1000年以上も続く寒冷化、つまり寒の戻りが発生します。このヤンガードリアスイベントがなぜ発生したのかは諸説ありますが、最も可能性が高いと考えられているのが北米のアガシー湖崩壊説となります。
大衆氷期の頃、ヨーロッパと北米大陸には巨大な氷床、つまり陸上にある氷の塊があり、これがこの2つの地域を特に寒いものとしていました。この氷床が温暖化により溶解し、現在の北米からカナダにかけて五大湖よりも巨大なアガシー湖という湖を形成していました。この大量の冷たい淡水が湖が崩壊したことにより北大西洋に流れ込み、冷たい淡水は比重の関係で海の表面に滞留し、メキシコ湾から流れる暖流が妨げられた結果、現在の北米やヨーロッパあたりが再び寒冷化し、世界中に影響を与えました。その他にも、比較的大きな隕石が衝突したことが寒冷化の原因だとする説もありますが、隕石自体はあまり多くないようです。このヤングアドリアスイベントは人類に想像を絶する大きな影響を与えました。最冷期の2万年前のヨーロッパの人口は13万人程度であったと考えられていますが、ヤングアドリアスが起こる前の温暖化により41万人まで激増していました。しかし寒冷化への逆戻りにより増えすぎた人口を狩猟採集で養いきれなくなります。狩猟採集で一人を養うためには、豊かな環境で1平方キロメートル、豊かでない環境では10平方キロメートルもの土地が必要であるとされており、ヨーロッパでの研究によると、わずか3家族15人が狩猟採集で生きていくためには年間にトナカイ1500頭を捕まえる必要があったという衝撃的な分析もあり、狩猟採集の効率では人口を養いきれなくなります。こうして人類は生存をかけて新たな食料源の確保の必要に迫られます。この時世界で最も最初に農耕が開始されたと考えられていたのが、肥沃な三日月地帯とも言われるメソポタミアであり、シリアのテルアブフレイラ遺跡ではこのヤングアドリアスの時期とほぼ一致する約1万1000年前の世界でも最古級とされるライ麦の農耕の跡が発見されています。どうしてメソポタミアで世界でも最初に農耕が開始されたのかは諸説ありますが、最も有力な説は偶然です。世界にはおよそ20万種の植物が存在しており、その中で食用に適するものは3000種類、栽培化が試みられたものが300種類、その中でも人類の増殖を支えられる一年草で重い種子を作るものが56種類しかないとされていますが、そのうちの3分の2が偶然にもメソポタミアで自生していました。そのうち背丈などの条件で人類にとって栽培条件が良いものはメソポタミアと中国などの限られた場所でしか自生していなかったとされており、中国の例は次回詳細に見ますが、これらの地域で農耕が比較的に早い時期に開始されたのはほぼ偶然と考えられます。なお従来はメソポタミアが最古と考えられていましたが、最近の考古学的な発見により中国でも同じくらい早い時期から農耕が始まっていたと考えられるようになっています。このようにヤングアドリアスが農耕の開始を促したという説は現在では大変有力な説となっていますが、気候が安定したことの方が影響が大きいという説もあり、ここら辺の議論は未だに続いています。ちなみに農耕が必要に迫られる前にもっと早い段階でなぜ始まらなかったのかと疑問を持つ人がいるかもしれませんが、これには一つの面白い説があります。アフリカで現代まで狩猟採集生活を送っていたある部族の生活様式を調べたところ、1週間のうち働くのはわずか2日半で、この人たちに農業を伝授しようとしたところ、木の実が余るほどあるのになぜ植物を植えたりせねばならないのかという反応だったそうです。実際にこのような狩猟採集の労力は農耕の10分の1ほどであったとする研究もあり、肥沃な大地で狩猟生活を送っていた人々が農耕を始めるにはそれなりの動機が必要だったようです。今回は古気候の変動を見てきましたが、過去のダイナミックな気候の変動を知った上で最後に地球温暖化を再度考えてみたいと思います。現代の地球温暖化の原因は、最新の研究では 90% 以上は人類が排出する二酸化炭素量の増加に由来すると計算されています。現在の二酸化炭素量は約 400ppm で、産業革命が起こる1750年以前は約 280ppm だったため 1.5 倍ほどに増えていることになります。しかし恐竜がいた時代には火山活動が活発で、二酸化炭素濃度は 4000ppm もあり、この頃の地球の平均気温は30度に近かったと思われています。現在から考えると想像もつかない環境でも地球は滅びず恐竜は大繁栄していたため、よくよく考えると地球の包容力は我々の想像以上に高いようです。
しかし気候が上昇すると動植物の生息域は変動し、日本人が大好きなマグロが食べられなくなったり、農業の限界域が変わることにより世界的な食糧危機が起こる可能性は十分に考えられます。しかし現在の温暖化に対処するのは非常に簡単で、原因が人間が排出する二酸化炭素と判明しているため、その削減に取り組めば良いだけです。少し想像してみてください。現在の温暖化の原因が太陽の異常だったりしたら我々に打つ手はありません。しかし現在の温暖化には対処方法があるため、ある意味対応は非常に楽です。温暖化が進んで人類が滅亡するという未来は少し悲観的すぎるので、おそらく来ないとは思いますが、現在のような快適な気候ではなくなり、非常に住みにくい地球になってしまう可能性はあります。そのような地球を子供たちに残したくないと考えると、温暖化への取り組みはやはり必要なのでしょう。今回は中国に関する内容が少なかったのですが、次回の農耕では中国の内容が豊富になる予定なのでご期待ください。以上、中国古代通信の第6回目でした。